浸水とは、水や川に触れることで、水や川に対する親しみを深めることである。浸水という言葉は造語であり、1960年代の後半、都市河川が水害や公害に悩まされた時期に、東京都の河川計画の技術者の自主的な研究活動が支えとなり、東京都土木技術研究所の山本や郎らが使った用語である。 1969年から1970年に土木学会年次学術講演会で発表され、広まった。古来、河川の氾濫は人々に大きな被害をもたらしてきたため、治水は行政にとって重要な課題であった。従来の治水、離水の機能は物理的な機能に重点を置いたものであり、流水機能と位置づけられるものであった。これに対致するように、景観、エコロジー、 レクリエーション、気候調節、心理的存在などを包含する新しい概念として、浸水機能の概念が生み出された。また、河川が人間との関わり合いのもとに、自然的、社会的に存在するだけでなく、人間の心理的、精神的な関係までに象徴化し、捉えることの重要性が強調された。近年、環境問題がクローズアップされ、河川においても、治水、 利水のほかに浸水が重視されるようになった。治水のためにコンクリート護岸になってしまった川を自然護岸あるいはそれに近い状態に戻すことによって人と川との障壁を取り払い、川への親しみを取り戻し、水質汚濁を防ぎ生物に優しい川を回復したいという市民の欲求が高まり、各地に水に親しむことを目的とした浸水公園が作られている。 鶴生田川の浸水大作戦鶴生田川の浸水大作戦縦林市街地の活性化に取り組んでいる町県の中のグループの一つ河水僕は2002年以来毎年2回川沿いのプランターの花の植え替えとともに子供たちにボートによる川下りを体験してもらい川への親しみを深めてもらおうという取り組みを続けている日本の浸水公園は1968年に 江戸川区に開園した古川浸水公園に始まる。浸水公園、浸水旅道は、公園としての用途のみならず、消防水利、炎症者団体、大規模災害時の生活用水及び、トイレ用水等の雑用水の水源、避難場所、通路等として利用される。北海道北海幹戦用水路浸水公園水と、緑のアメニティパーク、流れのプラザ有緑通り、 北海観専用水路鳩が、岡緑地、道、駒園緑地水明公園、北村中央公園福島県、阿武熊浸水公園大瀬川浸水公園阿武熊、浸水公園、千恵港橋川の橋泡船の、渡芝広瀬川河川敷浸水公園原井川、浸水公園広瀬川浸水公園茨城県、日立大宮下津の、口浸水公園霞ヶ浦フレアイランド、 浸水公園1の関ため池浸水公園群馬県、水道山、浸水公園沼尾川浸水公園小平の、里浸水公園道の駅月夜の、矢瀬浸水公園群馬の水郷山並川、昌平河川公園安堀町広瀬川、ラブリバー浸水公園うぬき、下久保ダム三波石橋浸水公園名山寺、沼浸水公園矢瀬遺跡浸水公園、徳次郎二宮、 関浸水公園栃木県鎌川プロムナード道、浸水公園、縦沼浸水公園鎌川プロムナード、よささ川黒、田原浸水公園足尾砂防ダム道浸水公園、足尾環境学習センター、絹川流域浸水公園栃木市、中須浸水公園東荒川ダム浸水公園、ありがとうございます。